どうもこのまるですきーたろですじゃあ今日は音楽の日2024のダンスコラボに付随した TikTok コラボが大盛り上がりなのでそちらの話をしていきますなんか音楽の日でさいろんなアーティストが出演してまあダンスコラボをしてくれたわけだけどなんかさ派生でさ TikTok も結構いろいろやってくれてめっちゃおもろいねそうだね結構交流あってさなんかこことここがついにみたいなやつが結構あるよね うん、そうなん、ね、今までいろんなアーティスト同士でやってたけどそうなんかまあならではみたいなのもいっぱい出てきたからまあねその結構ポンポンポンといくつかね紹介していきたいんだけどじゃあまず三代目さんのチャンネルでエンティムいやねなんかさこうパッと見た時にまず新鮮でなんかほら元 K 君はさ LDH の男だったね EXPG、ね、<laughs> だったからねそう、うん、その え交流あったんってさやっぱ思ったけど実はありましたみたいなやつでさ交流もともとねえ、うん、すごいねでもさ EXP g 生だったけどその多分その当時もう三代目さんってスターやねんかうん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 えどういう絡みあったんかねやっ,ぱやっぱ一目置かれとったんかね圭君だからあれじゃない普通にアーティストデビューしてから裏で三代目さんと会うことがあってご挨拶した時になんかああ なんかね、結構、おみさんが、そういう配信なんか、生配信みたいなされた時に、そう、実はご飯よく行く。うん、で、あっちがすごい、ご飯行きましょうよって言ってくれて、なんか家にも来てくれたりとか行ったりして、えーうん。そうそう、ほんとにすごい、よく遊ぶ、よく遊ぶみたいな。よく一緒に、うん、うん、なんかご飯行ったりするみたいな。そう、言ってるんよ。え、なんか、ちょっとおみさん、硬派な感じのイメージだから、<ー>その、なんて言うんだろう。 そうなんか後輩、まあ、LDH の後輩とかも,もちろん可愛がってるとは思うんだけど、うん、そなんかそのさイ、まあ、君、今は違うね、ハイブとしてやってる、イ君をすごい可愛がってるって、なんか意外かつめっちゃ嬉しいみたいな。そう、あと、イ君のふっかるさ、やばくないいや、やばい、すごいね。<laughs> マジで、あのすごい外交的だよね、やっぱね。<laughs> 本当に、うん い,いわでも可愛がられるもん君絶対確かにすごいいい感じにさなんかあれだもんねなんかちょっと立てつつもなんかいい適度にいいツッコミくれてすごい楽しそうにしてくれそうだもんね。うん 分かるいやそうだねそうこ、うん、めっちゃいいなんかバランスが良さそうすごいそうでケイくんもかっこいいからさケイくんに言われたらこちらとしても嬉しいみたいな,なんか勝手にな,んかなりそうみたいな, <laughs> なん、ね、<laughs> 何ていうの先輩の立場先輩の立場で話してる今 <laughs> 男の先輩として今ちょっとさ考えてみたけど<ー>うんいや分かるあとはその三代目さんのチャンネルでは BE:FIRST のソー太とレオくんも一緒にコラボしててもうガンちゃんとエリーさんが。 そうなんかさこれ最後の方さ終わった終わる頃ぐらいに「ありがとうございます」みたいななんか颯太の声で聞こえて、うん、<laughs> リアルと思ってその感じがでも良くなかったわ、ね、かるわかるめっちゃ好き、ねまあ、でもやっぱ三代目さんが今回のさこのねあれにまた出てくださったからなんかちょっと距離縮まった感あるよねそのね LDH じゃない後輩というかさ LDH じゃないグループとのなんか距離が縮まって。 ててるなって思う結構気さくにやってくれるんだなみたいなさそう気さくのお兄ちゃん感がすごいね出てらっしゃって、うん、なんかいいよねやっぱりだってみんなさそうそうみんな絶対憧れてたと思うよね3代目のこと、うん、うんうんうんえー、めっちゃいいじゃんなんかなんか上にいる人たちがそういうのだとすごいなんかシーンよくないなんかうんそうだね、うん、そうだねでも適度にさおらついてんのもなんかさわかるなんていうの頼もしいじゃん お兄さんとして、うん、スターであり続けてくれてるからそのちょっとねいい感じそうその感じがいいよねそうだねあとはさ j 1のチャンネルではレン君と湿気の和樹さんが j 1のアクアをねコラボしたりとか例えば初世と3代目の直樹さんが「ラブシーカー」踊ったりとか超ときめき戦でムの方と初セるキがねコラボしたりとかもうなんかすごい盛りだくさんあと 超特ハルさんと純喜がやったりとかなんかすごいいろんなジャンルなんかすごいねお盛りだくさん盛りだくさんだねなんならさ「ときめき宣伝部の」の超ときめき宣伝部のチャンネルだったらルキーがさ、うん、すごいかわいいみたいなやつをやってて <laughs> なんかルキー人で行っとるもめっちゃ好きなんよ、ね。わかる <laughs> みたいな <laughs> 最上級で可愛いのってさ、もうそ、ルキはそうだねみたいな、ルキは可愛いよってなるね。<laughs> なる、なるなる、本当になる。あと、あの、私、やっとさ、うん、ときめき宣伝部さんとフルーツジッパーさんがさ、こう、こんぐらがっとってもうな、結構似た衣装じゃん。うん、<laughs> 衣装似とるよね。カラーの感じ。まあ、確かに確かにカラーの感じね。可愛いし、カラフルだしね。で、なんか、やりたいことが可愛いっていう曲だったからさ、うん、その有名な曲が。 なフルーツジッパーさんだと思ったもん、ね、最初の私。多分ん。そう <laughs> 勘違いしとってんのん。混乱しとったよね、これまとめとるときね。<laughs> じゃあ、あの曲なんなんとか言ってさ。<laughs> <う>あの可愛いのは、じゃあ、だ、だるとっとるんとか言ってさ。<laughs> <か>そう。フルーツジッパーだ <laughs> っした。あみたいな。<laughs> そう。違った。時代だね、とか言ってさ。え、ほら、AKB とかだから時代だね、とか言って。<laughs> 時代。そう。いや、でもいいね。なんか、この時代でまたちょっとアイドルが盛り上がってんの、なんかいいね。 うん、そうだねしかもこういう分かりやすいねこう衣装を着てる感じのね、うん、アイドルがっていうあれだもんねそうもうね JO1 のチャンネルでもう超ときめき宣伝部のチャンネルでもやっぱ配慮がすごいのよもう前後に、ね、分かれて最後も全然寄り添わないもうその場で <laughs> みたいなわ <laughs> かるよ目も合わせない <laughs> 目も合わせない一緒に踊るけど全然 交流感がない <laughs> いいのよ<か>それで <laughs> いいの。<laughs> 距離むずいやろねいつもねこういう時ねそう。ちょっと優,優しいみたいなでも TikTok 撮るんだみたいな <laughs> そうそうそう <laughs> なんか48の時だったらめっちゃ荒れてそうだけど今はこういうのあんま荒れないからでもそ,のそ,ういうそういう目を,目をしてるというか <laughs> そういう目を合わせてすごいくっつくとかじゃないっていうのもあると思うけどうん、うん、にしてもやっぱあれなんかあの時だったら荒れってそうだなって思うわ AKB の,の時はああもう荒れそうだねうん,うん今はね別にあれだけどあるあるみたいな感じだけどおもろいね,ねうん、うん、まあ今はコラボが盛んな時代だから、まあ、そういった意味ではまあちょっとね良、まあ、かったっちゃ。うんそうだね ああとあれじゃない直木さんと書生はさもうほらもともとの何かつながりがあってみたいな,ん,なんか1回目じゃないもんね何回かあったよねなんか去年もさ「音楽の日」の後なんか書生やってた気がするんだよねそうだよねあやっぱっていうかそういうコメントあるわやっぱ1年ぶりみたいなそうだよねうんそうだよねあ嬉しいね,ねでアイナイのチャンネルでは西んが漆器の和樹さんとコラボしたりとかヒロムがジェネレーションズの小森さんとねもうスクールオブロックの小諸夢で。 コラボしてるのとかも胸厚でさ <laughs> ね熱すごないなんかスクローブロックのそ,そのムロくクは知らんからさ私 <laughs> そもそもがこもろむねこ <laughs> もろむこもろむ哲也だからコモリ<う><何> <laughs> さんとヒロムのコモロムでモリ <laughs> 校長だから <laughs> そうスクローブロックかあ校長とかいう制度があるんね、うん なるほど、ね。うん。そうです生徒とか校長なスクローブロックの小木さんが先輩 <laughs> いて生徒がそう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 。そう,そう, <laughs> そうなんかさ広むってそうなんかその先輩に可愛がられる広むみたいななんかさすごい可愛いんよ。うん。あんまでも新鮮だよね。新鮮かも見たことないかもあんまり。うん。あそうそうそうでも意外となんかそうなんか番組で共演したりとかの方とかと。うん。うん 会えないのメンバーには見せない感じのさなんか表情みたいなのがまたよくてあてか本当だもうコメントがこもロむでさやっぱさ当たり前だけどみんな知っとるんやねそう,そ,そうだよねヒロンペンがおるんだもんねここには <laughs> そうそう、うん、<laughs> なんか当たり前のに行ってこられてさ <laughs> なんそれってだなったから <laughs> <laughs> そう確かにそう <laughs> えじゃあいいじゃんいいじゃんそういうちょっとエモい感<ー>エモいっていうか嬉しいコラボなんだねやっぱり そう嬉しいしかもなんかヒロムなんかラウデをねこう踊っとるけどなんかヒロム上手くなったなみたいなわかる小森さんの前でダンスってなんか緊張しそうじゃないいや確かに, <laughs> 本当にそれはそうよ。やっぱ LDH だからね <laughs> そう LDH だってね<え>しかも多分さ普通にさ先生側の人やねんか絶対普通にあ<ー>、ね、確かに確かに教えたりするもんねだってなんか NHKE テレか E テレの番組でさ LDH さんのさ なんかそういうダンスの番組やったんだけど、うん、普通に教える側の方としておったもんやっぱり小森さんあそっかそっかえすごいねすごい方と同だから校長あ校長だからか校長すごいもんね校長だから校長らうん <laughs> で,もでも校長さそのダンスもすごく嫌いやさトークもすごいもんねだからやっぱダンス校長なん やっぱり。うんそれもある。あと昼なんですとかも出てるしね小森さんは。<laughs> <laughs> すごい。タレントとしてもやばい。そうタレントとしてもやばい。そうだね。フワちゃんと仲いいんだもんね確かね。あそうそうフワちゃんと仲いい。<laughs> あとさ西くんがそもそもこういうのなんか珍しい気がするんだけどやっぱ珍しい。うん確かに西くん TikTok の登場率ねそんな高くない中で。 ののねさんのコラボっていうしかもなんか2本出してくれてんだよね動画ほんとだラウドとそのキンさんの曲でやってくれてんだでキンさんの曲はもう完全にあの選抜でさうん、うん、ねやった曲で、うん、まああれをやってくれてるわけだけど結構さこういうティックとかだとそのんだろうさらっとした踊りの時多いと思うんだけど結構踊ってくれてるよね <laughs> ねそうなんね。しかもあの選抜の時は結構引きで映して全体をね見せてくれること多かったけどこのよりでね なんかすごい見やすくこ,れ、うん、このコラボのやつが見れるのいいよね漏れちゃうがわかるわかるえー、ありがた綺麗だね動きやっぱさすがだねさすが西くんじゃあ続いて「エンテームのチャンネルでは K くんとダイスの花村さんがスカートゥースカー,ー,スカー,ー,スカー,ーをねやってくれてるんだけどいやここもすごくないうんそうつながりあんまり今まであったっけみたいなそのねダイスの方と。そう うん、うんうんそうなんしかもなんかさそのコラボしとるけどなんか途中なんかさなんか見えるな右側になんか画面映る画面の中に右側になんかなんか視界に入ってくるなと思ったこれさ踊り場なんだね階段の場所でやってんなみたいな、ね、<laughs> そうだねすごいとこでやっとるよねしかも <laughs> だか狭かろうぎみたいなさそう <laughs> そう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 。<laughs> 狭い中で画角も難しいみたいなねえ花村さんはねもち元48オーターとしてはなんかねちょっと気になる存在ではあるんだけど、うん、そうん <laughs> でって言われちゃってさ、ね、何も言うけども <laughs> 終わったからね終わったよねそうもすごいなんか親近感っていいお兄さんっていうイメージだったよね わかるないや優しそうなんかほんとあとその音楽の日の時さ結構そのカメラのこっち側でさみんな見てらっしゃったじゃん自分たちが登場しない時は、うん、結構こっち側で見てる方見てるんだったと思うんだけどその結構さ声 うわーいみたいなさそのなんか盛り上がってる声とかもすごいさ流れてたじゃんその映像に入ってたっていうか結構花村さんの声が聞こえたいよね、うん、結構あーそうなんだ、うん、すごいねよくわかったねそうなんかねそれはね結構ポストとかでも見たいんよ「かうちの花村の声ですすいません」みたいなダイスのファンの方とかの声もあって <laughs>、うん、でもその盛り上げてる感じで、うん、大先輩なのに、うん、あそれがまた良くて確かにね 確かに、なんかあれだよね。そういう配慮とかなんかうまいよね。いろいろね。なんか、例えばさ、うん、TXT と対決みたいなさ、あれじゃなかったっけ扱い的には。その、ばあの、グループごとのさ、パフォーマンスイ。ああ、大地さんが。そうそうそう。そうだったかも。で、なんか、TXT のファンネームってさ、MOA じゃん。で、その MOA っていうさ、うん、文字を、なんか T シャツ下の T シャツに着てたのかな なんかバーってみん、うん、なもうわって見せてなんか応援してる感じだったんよめっちゃ入るよ、えー、入ってかねすごいなんかエンターテイナーだよなと思ってそうだね,ねえー、めっちゃいいじゃんそれね熱いよねてかあとく君さオミさんともすごい仲いいってことはさ花村さんともそのうちさご飯行きましょうとか言って本当に行きそうじゃない <laughs> もうコミュ力やばいから全然あるああ、うん、全然あると思う 怖いわ私にないそのコミュ力私にさ行こうとはもう思わんから <laughs> そもそもコミュ力やそのちげえみたいなエネルギーちげえってなるわ <laughs> <laughs> 確かにケイくんなんかも誘ったら2つ返事とかでいいですよみたいな感じ言ってくれそうだもんねうん,うんそうそうそうでなんか別にちゃんとスケジュールもやってくれるんやろ<え>普通さ「うん、いいですよ行きましょう行きましょう」って言ってさ全く、ま、連絡は絶対取らないみたいな思いじゃんね <laughs> <laughs> ちななみに誘われたらこのんんて言うけ？あいいっすよねとか言っていいっすよいいっすよって全然次のアクションは取らずいいっすよねご飯行くないいっすよね過ぎ去らないかなみたいなそんなシーンないからもうそんなねいい大人はうんじゃ続いて b ファーストのチャンネルではマナトが「執金さん」 こちらは4人とね、モレちゃうのコラボしたりとか、あとはシュントとマナトが新しい学校のリーダーさんとコラボしたりとか、まありゅうちゃんがジェネレーションズの中塚さんとコラボしたりとか、これもバラエティーに飛んでるよね。ねあと、あれじゃない。あれ、超ときめき宣伝部側で言うと、りょうきがさ、その、かわいいアイやったって。かわいいタント。かわいいけかわいい。タント。ね。ここ、りょうきなんだ、みたいな。 そうなんかねフルーツジッパーさんのやつもうきだったはずだから前コラボされた時あ,あそっかそっかあそれ見た見たそうだそうだったねそう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 やっぱうきはその担当なんだと思うわ漁旗はかわいい担当かわいいえなんかそれがめちゃいいじゃん坊主なのに坊主 <laughs> でイカつめなのにかわいい担当だってさあの目クリックリだからさかわいいからさ実際まあ確かに確かにかわいいはかわいいもんねうんそうそうそう あとやっぱマナトのさ漆勤さんのあれもうなんか、うん、改めて結構さあのモレちゃんの時ってそのマナト選抜でめっちゃ嬉しかったしすごかっこよかったんだけど結構マナトが後ろの方だったりして結構見えにく,えにくかったりしたのも事実じゃんちょっと。そうだねちょっとこのフードとかのことも相まってねそのお顔もなかなかちょっとね見えづらかったしね。うん うん、そう。いやでもこうやってさ、なちょっと定点に近いような感じで見てさ、思ったけど、やっぱマナト、本当とうまいよね。うん、<laughs> ダンスマジうまいと思って。まあ、ね。そうな。ね。なんか、我々マナトのことって歌について言及すること多いんだけど。そうだね。なんか、知ってたけど、うん、その、ここまでこんな滑らかで難しいやつ、サラサラサラってやるんだ、みたいな。なんかうん だ歌と同じ感じじ感ゃないマナトってさなんか力あんまこう確かに、ね、入れてない感じでなんでこんなうまいみたいなさ、うん、感じじゃん歌の時もほんとすごいって思うけど、うん、ダンスも結構そういう感じだよね、うん、ファファファーみたいな感じでうまいみたいななるほどもうなんか何て言うんだろうマナトそのものが歌でありマナトそのものがダンスみたいな,なんかもう,うん,なんかなんだろうねこれってなんか、うん、幼いというか培ったあれなんかな,なんかすごいね、うん、なんか。 体そう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 結局さあね社長がさ大谷翔平って言ってた意味がじわじわ、うん、じわじわさあ身に染みてきてるよね,う,ねうんあ本当にそうだわあとあの新しい学校のリーダーズさんのやつは結構面白くないその珍しいじゃん、うん、こういう見せ方するビーファーストってわかるそうだねなんか TikTok の使い方としてもなんか面白いねうん、うん、そう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  これやってる方も楽しそうでいいなって思ったわ。楽しそうね。なんかちょっとあれ最初はあれ映ってないなーみたいな感じで急に現れてみたいな。うんうん。しかもなんかさ、これさ、メインストリーム時の衣装だけどなんか私がこのリーダーさんとさすごい似てない柄、なカモフラー柄みたいなのがさ、すごいあしょよね。確かに, <laughs> 確かに色違いみたいなね。そうそうそう。<laughs> <っ> <laughs> 本当だ。 これ新しい学校のリーダーさんってでもさダンスやっぱすごい上手だなってか最近知ったわもともとね踊られてるのも知ってたけどなんかうちらが見てるようなダンスじゃない感じだったからそのうま、ん、いとかじゃないすごいかっこいいみたいな感じだったんだけどもともと上手い方なんだねなんかいやそうだねんかちゃんと基礎ができてらっしゃるからアニメーションとかもやっぱ上手いんだねああそういうあれですか、うん すごいい面白ここれれうんあとは髪の毛サラサラリュウちゃんとジェネレーションズの中塚さんがね「ハッシュ」をやってるんだけどもうこれもすごいいいねねやっぱ中塚さんってさほらラジオでさ真夏に「ビファースト好きだから」みたいなさ、うん、あそこ言ってくださってたっていうのがあるからやっぱ「ハッシュ」やろうぜってなったんかなみたいなさまあ <laughs> <んか S 1> そうだね確かに最新のうん。 だからもうハシハシももちろんチェックしてらっしゃるし MV も見守っとるし、うん、しかもあれ直前で人気になったも多分知ってらっしゃるし <laughs> そ,そうだねカウントダウンも一緒にしてみたいなさガチのベスティーさんじゃんね中塚さんうんそうだねそうだねだし、うん、あとりゅうちゃんはあれうんあっそうだトラジャさんのチャンネルではりゅうちゃんが川島のりえさんとコラボっていうさ ねえなんかトラジャさん側のチャンネルでもやってるっていうなんかもう嬉しいよねうん珍しいかあんまりないトラジャさん、うん、なんか去年の音楽の日の後は結構 BBB チャレンジとかそうトラジャさんのキャンディーとかを b e f a s t のメンバーもねあの参加してやったりとかもあったんだけどだから本当1年ぶりとかかなあ b e f a s t ってなったら、うん、そうか,そ,かそうだねうん何かりちゃんがトラジャさんの曲やってしかも最も甘い曲みたいな感じでさちょっと甘めなリュウちゃん なんかちょっとなんかアイドルっぽい感じ最後の微笑みとかもさちょっと可愛くてほんとだしかもなんか最後 t j t r トラ i s スジャパンのね TJ のマークポーズやってくれたりとかなんかもう可愛い,いみたいな「りゅうちゃんをめでる会発動しとるね可愛い,い <laughs> そうそう溢れてしまったなんか <laughs> えー、マジこの髪型いいよね <laughs> また言う合すぐ <laughs> この髪型めっちゃいいよねねえ ササラサラだもんやっぱ透明感青入れてさ、うん、透明感あるからよりいいんかねなんかね透けた感じがあってさはかな倍増やねんかやっぱ確かにそうだね、えー、でもなんかちょっとさたくましさもあってみたいなはさ,、ね、さみたいな、うん、そうだね <laughs> なんかんで, <laughs> で以上ね今回は「音楽の日」のコラボに付随した TikTok のね共演の話をしてたんだけどいやなんかいろんなコラボを見れてめっちゃ面白いね ねえてか音楽の日良かったもんね結構じわじわこうあれ、うん、良さがいやわかる <laughs>、ね、あれってめちゃくちゃすごかったなっていう確かに何かじんわりなんか時間差ですごいすてか見とった時もそうだったけどすっごいなってなったじゃん結構さそのグループの良さが見せられるようなさ楽曲をさグループごとにやっとったから、まあ、それのなんか、うん、まあ対決みたいなやつだったじゃん別にさ勝敗は決まってないけどさ、うん なんかちょっと k p o p 目線っていうかうちら取り上げたやつで言うとさキングダムっぽいなみたいなところちょっとあって一発撮りで,でなんかその自分たちの魅力が伝わるようなステージをちょっと短時間だけどするみたいな見たかったやつだなみたいなところはあったわ確かに確かにそうだねそうだわなんかあのー、分かる見たいエンターテイメントっていうかそうだね そそそそういうううい感じあったわなんかさそのコラボ前回の去年のあれも良かったんだけどねその一曲についてどっちかの一緒にやるみたいな、うん、それも良かったんだけどなんかやっぱ結局輝いてるさは推しを見たいみたいな気持ちがあるわけやからよさ生かされてるやつだったら今年の方がより生かされてたなと思ってすごい楽しかったっ確かにねえー、なんか改めてすごい良かったねあ 拡大版でさ1時間も使ったけどまだじあの時間足りんからさかそのシリーズ化か特番でみたいな気持ちはある確かになんか「音楽の日」のコーナーだったけどもうこれ単体でさ特番組んでも良さそうだよね、うん、いやめ,めっちゃ見られそうな気がせんね、うん、いろんな本見ると思うわねまあ、だからさ「音楽の日最高だったねあれかわいい」だね <laughs>